すごい褒めてくれるんで嬉しいです。なんかさ、野菜室にさ、あ、全然違う話するんだけどさ野菜室にさ、お米を袋ごと入れてるんだけどさ、今日ご飯炊こうと思って野菜室開けたら、なんか米袋の入り口が開いちゃってて、めっちゃ1合分ぐらい米ぶちまかれてて、うわーってなりました。とんでもないことになってると思って、この片付けだけ、片付けだけです。こんな時間なんでね。こんばんは。よいしょ。こんばんは。歌うまいと思った。ありがとうございます、嬉しい。でもやっぱ奈々さんと一緒に出るようになって、なんか、あ、歌うまいのっていいなってめっちゃ思いました。こんばんは。今日誕生日だけどケーキ食べれてない。お誕生日おめでとう。まあなんだかんだね、機会がないとケーキ食べないですよね。その友達と祝うとかさ、そういうイベントごとに誕生日がなってればまあ食べるけど、なかなか一人だとね、まあいっかってなっちゃったりするよね。でもケーキは誕生日じゃなくてもいつ食べてもすごい幸せな気持ちになるから、幸せな気持ちになりたい時に誕生日分つって食べればいいよ誕生日ケーキなんてね、いつ食べてもいいんだから。よいしょ。こんばんは。こんばんは。もうさ、エクステめっちゃボリュームすごい、普通におろすとすごいボリュームになっちゃうんだよな。ちょっと洗い物していきます。こんばんは。明日から鉄道各社ダイヤ変わる。またなんかちょっと前もうさ、1年くらい前かな、なんか大幅なダイヤ改正みたいなのしてなかった？でもさ、別にその定時出勤定時退社とかじゃないからさ、いつも乗ってる時間の電車とか別にないから、その時その時で何時までに何とか駅行かなきゃいけないからって言って検索してるからね、ダイヤ改正あんま関係ないんですよねあんま関係ない。毎回調べてるから。帰りは来た電車に乗るしね。そう。こんばんは。村山法治大学歌声好き。ありがとうございます、嬉しい。でもいつもさ、その仕事が同じ時間に始まるから、同じもう電車に乗るって決めてる人は大変だよね。ダイヤ改正に合わせて出勤の電車を変えなきゃいけないってことでしょ。そういう方多分大変だろうなって。こんばんは。思います。よいしょ。田舎は電車乗らない？そう？さあ学生時代乗ってたけどね、田舎だけど。うちも1時間に1本ぐらいの電車だったけど乗ってたよ。車を持てない年齢の人は乗るくない？こんばんは。
まあ大人になるとね、車になっちゃうね、田舎。なぜなら電車は不便だから。不便だからさ。こんばんは。ちょっとメガネが落ちてきちゃった。なんかメガネさ、ずっとさつけてたらさ、あの幅がさ、耳当てる部分の幅が広がってきてるのかさ、フィットしなくなってきちゃったんだよね。そう、崩れやすくなっちゃった。メガネ屋さんに行くのもなぁと思って、でもそうそう、新しいメガネ作っちゃおっかなって思ってる。そう、このメガネも割と長いので、これはドラミちゃんモデル、かわちい。もうこれレンズもちょっと傷入っちゃったりしてるんで、最後乱雑な扱いをたまにするから、だからそろそろ買い替えようかなって思ってます。よいしょ。トメさん、桜町ギフトありがとうございます。あ、アクスターテレビ横ありがとう。大事にしてね。明日寒いの？暖かい格好しよう。駅から学校まで自転車30分。あ、でも私も中学自転車で20分ぐらいかかってました。理知的なお顔？そう、頭良さそうな顔とはあんま言われないけどね。五円餅に使った味噌って有名なの？あ、なんかこのつけて味噌かけて味噌はあれです、名古屋で有名、愛知県民は知らない人いないみたいな、なんかめっちゃ CM 流れてるらしい。それは全然初めて知った、初めて知ったっていうか、存在はもともとYouTuber さんとかで知ってたけど、初めて見かけて買っちゃった。ちょっとすげえ甘くて、ちょっと五平餅向きじゃなかったから、また五平餅を、五平餅とりあえず焼いて冷凍したんで1本食べたんだけど、ちょっと自分で味噌作ろうと思って。こんばんは。そういえばこうレンズ大きいやつが好きなの、メガネ。これも割と大きめなんだけど、こっちの方が視界広いから好き。なんかあのもっと細いメガネあるじゃないですか、あれ、この上下のその視界のあのカバー率低いからすごいね、視界狭くなって嫌なんですよね。だから大きい方が好き。まあレンズ大きい方がなんとなく可愛いかなっていうところもあるよね。でも基本もう外出するときはいつもコンタクトなんですけどね、メガネ不便なんで。もうお風呂上がりだけだね、さやがメガネで生活してるの。朝も起きたらすぐ洗顔とともにコンタクト入れちゃうしな。マジお風呂上がりだけかも。可愛いです、ありがとう。
メガネ選ぶときは店員さんのおっさんにしがち。さあ、メガネ屋さんで店員さんに話しかけられないようにしてるわ。もう服屋と一緒で嫌なんよね基本。何か疑問があるときだけもうこっちから声かけるけど、話しかけられても、あ、先生見てるだけなんで大丈夫ですみたいな言って逃れる。どんだけ苦手やねんっていうね。になってから基本的にメガネで外出しないから、なんかもうメガネ何でも良くなってきた。メガネ姿を人に見せることがないから、まあ見えやすかったら何でもええかみたいな。そう、何でも良くなってきちゃった。前学生時代とかはさ、もう学校にメガネで行ってたからさ、どういうのにするか結構考えたりしてたけど、マジで今もう何でもいいね。見えれば見えれば何でもいい。メガネつけて公園出たら、激しく踊ったらすぐ飛んでいくからね。そのメガネで公園に出るメリットが一個もない。デメリットは300個ぐらいあるのに。よいしょ、こんばんは。そう、一周回って何でも良くなってきたデザイン。まあ、でもこのドラミちゃんデザインが可愛いから気に入ってます。よいしょ、こんばんは。ハルピョンはその多分人の踊り方によると思う。ハルピョンってそんなに頭振り回して踊るタイプじゃなくて、可愛く踊るタイプだから、なんかそんなにメガネが吹き飛ばなそう。わかんない、初期のハルピョンあんまりあれなんであれですけどあんまり私まだちょっと入ってなくてあんまり知らないんで、あんま適当なこと言えないですけど、でも今と同じ踊り方をしてたら多分可愛く踊ってるから、そんなに吹き飛ぶことは少なそう。こんばんは。のフレームはこれは割と太い方ですよ。ここどうやって細い？つけるとこないな。サイカがやらねば誰がやら、アーカイブ、あ、ありがとうございます。アーカイブ始まったんで見てください。みたいな部分、
スしててイヤリングとか飛んでくることない。飛んでくることはないけど落ちることはあるね。めっちゃ落とす。だから公園の時とかさ、飛ばないようにさ、めっちゃ強くイヤリングしてるからめっちゃ終わった後耳痛いんだよね。そう、耳にすんごい力で挟んでるから、そう、めっちゃ痛いんだよね。でもそうしないと飛んでっちゃうからさ。イヤリング落とす率がめちゃくちゃ高いから、なんか8コインイヤリング廃止されてる。もうそもそもない。8はちょっと飛ぶからなしでみたいな。なってたな確か。こんばんは。なんか A とかめっちゃイヤリング多いんだよね。ないのオープニングだけなんじゃない？まあそのユニットもある人とない人いるけど、 A はねなんかアクセサリーが多い気がする。こんばんは。イヤリング中盤とアンコールはイヤリングしてるし、オープニングはブレスレットしてるし、ユニットも思い出すたびはイヤリングしてて、金木犀もしてるでしょ。カップリングウィズわかんないな。ララバイはしてないだろうけど、カップリングウィズわかんないですけどね、やってないんで。A コインはアクセサリー多いなって思う。4も結構イヤリング落とすこと多かったんで、なんかあんま多くなかった気がする。そう、あーでも甘い味噌の匂いするな確かに。卵使い切った。あっさ、話めちゃくちゃ変わるけど、最近マジ卵激高じゃない？卵高すぎてびっくりしちゃうんだけど。よいしょ。卵大好き人間としては誠に苦しい状況です。これめっちゃうまいよ、マダイのだし塩。マジでこれ超美味しい。愛媛で買いました。なんかあの一期の菊の役の小熊凛さんがこれ美味しいよって言ってて、この前前日で行った時にやっと見つけて買っちゃいました。これマジで一番うまい。卵かけご飯にこれかけたら最強にうまいし、ゆで卵もこれかけたらめっちゃうまかったし、目玉焼きとかもうまいし、マジ何にかけてもシンプルな味を底上げしてくれる激うま、激うまです。卵早く戻ってほしいな。なんかいつもさ
あれじゃん、なんか高くなっちゃったりとか供給が少ない時ってお一人様一つまでみたいなさ張り紙あるやん。お前ご家族一家庭で一つまでって書いてあって、おーより厳しくなってると思ってびっくりしちゃった。そう、こんばんは。大変ね、早く落ち着くといいですけど。でもなんか定期的にあるよね、鳥インフルエンザで卵が高騰しちゃうこと。まあ、だからしょうがないんやろな、防ぎようのないあれなんだろうなと思うんですけど。大変ですね。全部終わってハッピー。全然剥がれないんだけど。インフルエンザはさ、そのすごいスピードでさ、型が型っていうか、その進化っていうか変異してっちゃうから、その今流行ってるインフルエンザのに効く薬を作っても全然違う変異したやつがすぐ出てきちゃうからね、多分めちゃくちゃ厳しいと思うよ。それで億万長者を目指すの、それはもっと違うことに労力を注いだ方がいいかもしれないね。億万長者を目指すならね。アップルウォッチの、あ、話変わるんだけど、アップルウォッチのバンドピンクめっちゃ可愛くない？めっちゃ気に入ってるんだけど、ケース取ったからちょっと一回りちっちゃく見える、アップルウォッチ。やっぱケースしてない方がさ、タップしての反応はめちゃくちゃいいんだよな。ケースしてるとね、反応めっちゃ悪いんですよ。こんばんは。さて、キッチンの掃除終わったな。意外とすんなり。バンド今でもこの前まで使ってたやつもう捨てちゃったから、今3つ目これ3つ目今3つあるかな、4つあったけど1個捨てたから今3つっすね。ケースの間にホコリが入ってることはあんまり感じなかったけどね。ほんとだ、めっちゃ雨予報になってる。てか今も雨降ってんじゃね、もしや。こんばんは。ケースしててもあんま変わんない。あ、ほんと？なんか若干、いやあんまりそのストレス感じるほどじゃないけど、若干やっぱタップ性能落ちてた気がする。ワンバンコー、何着よう。最近もうめちゃくちゃ薄い上着しか着ないで生活してるから何着ようみたいな。
感じになっちゃうな。何着よう。こんばんは。もう上着何着たらいいか分からんよね。そうなるとまあ天気予報とにらめっこやな。あいつらかじでちょっと30分ぐらい経つのでそろそろ終わりにしようかな。短かったですが今日はちょっとまだねやることが残ってるんでございやす。なのでちょっと許してということでランキング読みます。13位ダブル流星さんありがとうございます。12位アンバタさんありがとうございます。11位タカさんありがとうございます。10位アンディさんありがとうございます。9位デマルさんありがとうございます。8位アキユミさんありがとうございます。7位バイクトーさんありがとうございます。6位トモツさんありがとうございます。5位ヒラリンさんありがとうございます。4位ケンケンさんありがとうございます。3位ヤスさんありがとうございます。2位タテンマケンケンさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。皆さんも早く寝てくださいね。おやすみ。バイバーイ。